会の挨拶をさせていただきます。昨日と今日と長期間にわたって皆さんありがとうございました。私自身も多くのことを学ばせていただきました。しかしここでですね、全てを振り返ることはできませんので、皆さんと共有できたと思われる点のみを確認してみたいと思います。はい、これは昨日の問題提起の時にお話をしましたように、この論点ですね、月の4つの要素でできていました。はい、すなわちコミュニケーション能力養成、グローバルイシュー解決への貢献、複言語教育、異文化間教育でした。そしてこの4つを全部を実行するのが、グローバル人材育成ではないかと申し上げました。そしてこの4つのどれか1つが欠けても、真のグローバル人材育成とは言えないのではないかとも申し上げました。さあ、それで、昨日と今日とですね、講演さんの皆さん、それからパネリストの皆さん、フロアの皆さんとの議論を聞かせていただいて、実はもう一つ要素を付け加えたいと思います。それはですね、松岡先生の話の中にありました、このグローカルイシュー解決への貢献です。はい、これですね、ということですので、コミュニケーション能力養成、グローバルイシュー解決への貢献、グローカルイシュー解決への貢献、複言語教育、異文化間教育、この5つを実行するのが、真のグローバル人材育成であると私は個人的に思います。多分ですね、おそらく皆さんは私のように考えない方もたくさんいらっしゃると思います。でももう時間が来ましたので、今後はまた次回の議論をしていただくということでですね、今日はこれで閉会にさせていただきたいと思います。長い間ありがとうございました。